ニコラ・バラールはタヒチ・パペーテ出身のサッカー選手。現在、同国の AS ドラゴンに所属しており、タヒチ代表である。バラールはアンジェ SCOO に所属した後に、2001年にフランス4部であるアマチュア選手権に所属するモンペリエ HSC と契約した。2003年にはモンペリエを去り、FC 瀬戸34に移籍、3年間所属しチームは、 リーグドゥに昇格したものの翌年には3部のフランス全国選手権に降格した。リーグドゥでは7試合を経験したのみで、バラールは2006年にポルトガルの FC、ペナフィエルへ移籍した。ポルトガルではわずか1試合の出場に止まり、2007年に放出され、翌2008年にレユニオンのエースエクセルシオールに移籍した。さらにその年内にはフランスに戻り FC モンソー。 ブルゴーニュに移籍した。2009年には母国であるタヒチの AS ドラゴンに移籍し、2011から12シーズンではタヒチディビジョンフェデレールを制覇した。バラールは2001年の OFCU-20 選手権に出場する U-20 タヒチ代表に選出され、6から2で U-20 ニューカレドニア代表を下している。 タヒチ代表に初選出されたのは OFC ネーションズカップ2012の時で首相を務めペナルティエリアから2点を挙げ最優秀選手に選出された。このカップで初優勝したタヒチは FIFA コンフェデレーションズカップ2013への出場権を得たがナイジェリア代表相手に6-1の大敗を喫しこの試合でバラールはオーンゴールを挙げた。ありがとうございます。